このままキャベツ全部揃えたい。ボリュームのポイント下げた方がいいんですね。顎がいきなり出てるみたいな。切りたくない。そうです、はい、この芸能人とかの写真持ってくる、はい、直した方がいいと思います。あ、下僕の感じしました。カットとブリーチ、はい、ここからね、はいはい、長さどうします。これ、はい、前髪長めで、前髪は今のままの長さで、それに合わせてこっちはすっきりさせたい。合わせて、はい。なんで前髪長めがいいんですか。なんとなくこうしたくて伸ばしてたんで、はい、はい、やっとできると思って。そのスタイルだとこう耳にかけてるだけで、ね、ここがこう同じ長さでこうではないんですけど、あ、実際こうかけてこうなってるだけみたいな。あ、なるほど。耳かけしないでそうなりたいとかあるんですか。ですね、どちらかというと耳かけしないでそうなりたい。したくない、はい、はい、しないでそうなりたいです。したくないわけではないんですけど、ね、はい、どちらかというとこの長さで全部揃えたい。写真だと耳かけしてて、うん、段が入っててこう丸くなる。でも、もう本当に耳かけしたくないとかっていうんだったら、パツってこれ全部合わせてすごい重くなるんですよ。こけしみたいになるんですよ。あ、でもここ耳かけしたくないみたいな、うん、でもそのとこまで軽くしたいとかだったらもう2ブロックとか入れるしかないんですよ。ここも刈り上げちゃう、はい、でここも耳かけとかそういう問題じゃなく、はい、すっきりさせちゃう。したら残したの、耳かけする方で。はい、します。はい、します。ツーブロックはやるんですね。はい、さすがにちょっともういいかなって感じです。あ、やってたんですか、またもと。そうですね、若い時はやってました。あ、そうなんですね、はい、耳かけじゃできるギリギリぐらいにします。はい、後ろは結構できるだけいっちゃいたいですか。そうですね、すっきりさせちゃいたいです。はい、後ろ長さ詰めすぎちゃうと、はい、上が重長じゃないですか。はい、重長が目立っちゃうみたいなのもあるんですけど、うん、重長気になります。全然気になってないですか。パッと見めっちゃ重長で目立たなければ何でもいいです。はい、ってなると上さんの顔の形っていうと、はい、段が高すぎちゃってて、段が高すぎて重長に見えちゃうんですね。はい、あんまり段とか上げない方が輪郭に合うのかなっていうのはあるんですね。はい、まあ、言ってもここそんな今日切れないんですけど、本当はこの丸みがちょっと今日量取ってこうなるじゃないですか。ちょっと量取るだけでも上がるんですよ、はい、うん、その時はここが目立っちゃうんですよね。あ、ボリュームのポイント自体を本当は下げた方がいいんですよね。このまあ頬ぐらいまでこの丸みがあった方が、今言ってた面長は目立たなくなるんですよ。ってなると、はい、襟足もそんなにがっつり詰めないで、横もここ詰めすぎちゃうと、横から見た時のこの顎、はい、顎よりもここがガッツリコンと上がっちゃって、うん、ボリュームもガーンと上がると顎がいきなり出てるみたいな感じになるんで、はい、実は今日はあんまり切れないんですよね。あ、わかりました。切りたいです。あ、特に難しければそちらのやりたいようにっていうか、切りさせたい願望が強いか、はい、似合わせに走っていきたいか、はい、どっちがいいかってあります。もしもとりあえず重くて、はい、もう似合わせとかどうでもいいからすっきりさせたいとかって言っちゃうし、はい、今お話を伺った感じだと似合わせの方は今まであんまり意識したことなかったんで、そっちでやってみたいなって。似合わせ重視でいきます、はい、そうなるとやっぱさっきの写真の人と、はい、モデルさんの輪郭がやっぱ違うので、はい、この人と違って多分丸顔、丸顔でもないのかもしれないですけど、はい、この中ではないので、はい、だから合うんですけど、はい、全く同じ風に切っちゃうと輪郭とかがやっぱ違うと、うん、全く違うスタイルに見えちゃうんですよね。なんで、はい、似合わせ重視で、まあ、全部伸ばしていく感じ、ね、はい、こう丸みを下げていって、はい、重長がカバーできるような感じがいいですよね。はい、重長がカバーできる感じだと前髪作った方がいいですけど、前髪はせっかく伸ばしたからそうなんですね。はい、さすがに、はい、そこしっかり言わないと切られちゃう、はい、切りたくないです。そうです、はい、じゃあカットはちょっと似合わせ重視でいきましょうか。はい、はい、お願いします。でも軽くできるところは似合わせ見て軽くはしていくので、はい、カラーはどうします。ブリッジ、はい、ブリッジしたいです。これって根元はブリッジしてないんですかね。根元多分ブリッジして伸びたんじゃないですか。はい、あ、仕立てではないってことですか。多分色だけ入れて、うん、はい、どっちかっていうと奥みがあるっていうんですか、グラデーション、
グラデーションっぽく見たいなと思ってるんですけど、どうしたらいいんですか？割らないんですけど、この人は前頭ブリーチして伸びてる感じだから、はい、その人の染め方でいうと前頭ブリーチです。明るさ的にもこれがいいってことですか？もうちょっと明るくてもいいかなって思ってます。もうちょっと明るくてもいいんですか？はい。なんでグラデーションがいいですか？はい、根元伸びた時にそのプリンとか目立ちにくいのかなって思ったんですけど、根元プリンになるのは、はい、もう前頭ブリーチ普通にすると絶対プリンになっちゃうんですよ。それはそれで別にそれを目立たなくしたいなって思ってるんですけど、実際ブリーチして目元に暗い薬入れて、で毛先だけ少し明るい薬でやるとかになるんですけど、はい、結局色落ちるんでプリンになっちゃうんですよね。ブリーチで入れると、はい、やだっていうのが大きかったらハイライトとかの方がいいですね。ブリーチもそこだけってことですか？そうです、ハイライト全体じゃなくて、で、まあ、プリンっていう感じはかなり薄れる、はい、でも明るさが明るくなくなる、全体ブリーチよりも、はい、全体明るくしたいっていうのが強かったら前頭ブリーチ、たら前頭ブリーチがいいです。前頭で、はい、本当ですか？はい、これから夏なんで明るくしたいなっていう感じ。前頭ブリーチでいきましょうか？はい、お願いします。じゃあそんな感じで、はい、いきます。はい、お願いします。お願いします。ブリーチ塗ってきます。はい、お願いします。染みます？いえ、大丈夫です。強い方です。強いですね。はい、でも多分最後の方はちょっと強い。この間僕もブリーチやったんですよ、はい、この先っちょガムシロップ入れるとちょっと痛くなくなるよっていう都市伝説があったんですよね、はい、だからちょっと半分ずつガムシロ入ってるのとガムシロ入ってないので塗り分けて自肌から塗ったんですよ、はい、ジャーって、はい、全く関係ないです半端じゃなかったですね、ブリーチの痛み。あ、でも起きなかったですね、時間。0分。結構俺も痛みに強いんですけど、危ないなってやつですね。なんか寒くなってくる痛みが、頭皮真っ赤っかっすもん。その昔前頭ブリーチしてちょっとした頭皮の皮がむけちゃったことあって、はいはい、めちゃくちゃ痛かったです。でも私頭皮つけないんでブリーチ。あ、そうなんですね。実験でちょっと頭皮つけちゃったんですけど、実際のブリーチはこう地肌も全くつけない、ほんとギリギリから塗布して、はい、ブリーチの量を毛を埋めるみたいな、はい、隙間がないぐらいブリーチを塗ってくるんですよ、はい、いわばなんかこうギブスみたいな、はい、密封する感じ。あ、そうです。あ、そう、密封ですね。そう、密封がポイントで、はい、今教えてもらったんですけどなんでポイントかっていうと、うん、乾燥がダメージになるんですよブリーチって、はい、だからこれぐらいなんかこうスカスカでこう、これ今まだ髪が見えてる状態、うんうん、だから微妙にこのスカスカみたいな状態で置いちゃうと、はい、これ乾燥するんで、それがダメージになっちゃうんですよ。だからもう乾燥をもうさせないぐらいブリーチをべっとり塗るんですよ、はい、密封するんですよブリーチで。そうするとダメージが半減するんですよね、乾燥でのダメージがなくなるんで。あ、塗ってる時から乾燥ダメなんですね。そうです、ダメです。普通のブリーチよりも量はすごいいっぱい使うんですよね。でもその分アルカリのパワーっていうのを弱めてるんで、ちょっと時間を置くんですよ、ゆっくり効かしていくみたいな感じなんで。あとこれ地肌もこう開けて、はい、わざとちょっと黒を残すんですよ、体温があるんで、はい、根元だけ明るくなるんで明るさを調整できる根元の黒っていうのを残しておかないといけないんですよ。余力を、次ブリーチがしやすくなるみたいな、こう見据えていかないといけないじゃないですか。そうですよね、人生の、はい、先を考えて。そう、先を考えてすごいビジョンがある。そう、ビジョンがあるんですよでもしクリーンが気になって本当嫌だなとかっていうんだったら、ハイライトは、はい、別に伸びてきてからでもいい。そしたらその4センチのプリンが薄れるんで。それこの間ちょうどブリーチやって後悔してるモデルさんが来て、でハイライト入れて、でその2ヶ月後ぐらいの写真とか色落ちしたやつ送ってもらったんで、はい、いつかうちのチャンネルに上がるんでぜひ見てください、はい、髪のレスキューチャンネルって言います。髪のレスキューチャンネルこれで見れます？あ、それ見えますよ。見ていいですか？ちょっと今はやめてください急に紹介していて。じゃあこのままちょっと塗ってきますね。はい、来ましたね。こんな抜けました。いつもより抜けてます。はい、めっちゃ抜けてる。抜けがいいんですよ、さっきの説明した通りに塗ると。社長なんですよね。社長？それ社長だから。あ、社長なんですね。見えないですよね、見えないです。はい。何に塗りました？
下僕もうそちょっと僕に行った時は下僕の感じしました。はい、アシスタントいや、アシスタントとかそういうそんなにいい身分じゃないです下僕ってちょっと下僕って感じすごいよ僕の下僕僕の下の僕って書きますよ。疑問あるある、ちょっとずつ聞いて、はい、あそういう風に思うんですねっていうのをちょっと解決もしていきたいなと思って、はい、何でもいいんですよ、もう本当にちっちゃな些細なことでも。じゃあいいですか。お掘り下げてきましたね。何でもいいですよ。ドリンク出していただけるところはあるじゃないですか。あります。いろいろ種類あると思うんですけど、まあ、簡単にピッて押せば出るやつ作ってるんですか。本当にとてもいい。いやでも気になっちゃって。それはそれはいいですよ。わざわざ作ってくれるような、はいはいはい、めんどくせえなって思われてたらあそういうことですか。思いながら選んだりするんで、ちょっとあそうなんですか。はい、避けたりするメニューもあるんで。ああ、確かに。でも聞いてくれるお客さんいますね。これめんどくさいですよ、ね。それでも答えはお店によります。そうですよね。なんかドトールの自販みたいなあれとかを入れてるお店もあるし、うちは一個一個買ってます、はい、ね。あ、そのパックでみたいな、冷蔵庫に常備してる。そうそうそう。だから結構やっぱり本当場所によって、はい、でもあの面倒くさいとか全くないですよ。好きなの飲んでいただいて、すごいいいですね。そういうそういうなんかもう本当そのちっちゃなことでももう本当にいいですよ。だって別に自分のコーナー作ろうとしてじゃあ聞いていいですか。あ、逆に顔のシャンプーの時のこれあるじゃないですか。はい、フェイスガーゼ、はい、あれ45度ぐらいになったから外すんですよ。はいはいはい、起き上がる時ね。そう、でもスタッフによっては、はい、寝てる時にパーンって外して上げる人もいるんですね。はい、確かに違いましたタイミング。俺と違いましたよね。そうなんですよ。早く倒しながらかけるし、で起き上がる前、起き上がる時も俺どうでしたっけ。え、起き上がりながらもちょっと先にパーンって取ってましたっけ。起き上がる、俺は絶対ぐーっと起こして、こんぐらいになった時に、はい、僕ともう目が合わない、うんうんうん、こんぐらいまで来た時にこうやって通った通るんですね、うん、俺は絶対お客さん側的にはこっちの方がいいと思って、うん、はいはいはい、私もそっちがいいです。そっちがいいです。変わります。こっちの方がやっぱいい、はい、いい。やっぱ寝てる状態で撮られるのはなんか嫌です。あ、嫌だなってなります、はい、わ、俺ちょっとそれですね。嫌です。じゃあ結構フェイスガーゼ外すの早かったの嫌だったってことですか。それは嫌だ。それちょっとあれですね、俺もこれからちょっと気にしよう。はい、直した方がいいと思います。それ気に俺これ一回言われたんですよ。この倒す時に、はい、倒れてからかけられると鼻の穴見られてるみたいな、すごく恥ずかしいですって言われたことあるんですよ。だから倒しながらの時もかけるし、これから起こす時も45度ぐらいになったら取るっていうようにしたら、まあ、間違いないよね。はい、お、ありがとうございます。そういうところ気になりますよね。うん、はい。あ、そういうのはないんですね、統一っていうのは。なんかあんまりだから一応ちゃんとしてなかったです。あー、やっぱこれ嬉しいわ。あとあれ、耳を拭く強さ、はい、ある。
こうやって中までギュッてやった方がいいのか、それとも表面だけちょっとやった方がいいのか。俺今日多分ちょっとグリグリしたんですよ、あの外側の溝らへんを。そうですね、しっかりは拭いてくれてる。外側の溝はいいと思うんですけど、耳の中穴、あそこちょっと微妙じゃない。そうですね、穴は俺もあんまりゴリゴリしないね。縁は結構いくけど、そんな水入ってないし、軽く表面だけ穴の入り口ぐらい、うん、外側だけだったらいいよっていう感じですよね。はい。おなんか美容室ってね、人と人のつながりだから、そういう生まれるじゃないですか。はい。クソでけえマジでドライヤーで声が生まれるから、やっぱそうですね、なんかそういう気遣いって必要だ。めちゃくちゃいいですね、今回このちょっと意見交換会みたいな感じになって、お客様とね、そうただただやっていくだけじゃなくて、やっぱそういうところも改善して、あこういう美容師さんだったらいいなっていうのもちょっと知りたいですよね。そういう疑問も解決できるようなお店ができたらいいですよね。素敵ですね。およかった。美容師の本音みたいなのもありますからね。あるね。正直そうですよね。正直、はい、正直っすよ、はい、雑誌内でずっと見られるとちょっと緊張する。それでも分かってる、分かってるお客さんいるんで、なんか言うんですよ、その雑誌読み方が分かるかなみたいな。逆にも今の iPad だったりするから、もしかしたら雑誌読み方知らなくて読んでないのかもしれないみたいな。10分ぐらい見られると1回聞くんですよ、雑誌読み方聞きました、で聞きました、使ってくれるお客さんとかだと、なんかずっと見られるの嫌ですよねみたいな感じで一回言われて、別に大丈夫ですって言うんですよ。そうですよね。どっちかというとまあ緊張します、やっぱりっていう本音はあります、ね、あるすごく見るの好きなんですよ、ね、そう、でもそういう方いますよね、はい、けどそれを知ってればまだいいと、見るの好きなんですって言ってくれると、そうなんすねってなるんですけど、そうそう怒ってんのかなって思って、こっちからしたらちょっと、あずっと見張られてる感じ、そう見張られて、なんかちょっと切り方だったりとか、こだわりあるお客さん結構いるんで、なんか違うかなって、確かに。あとはカウンセリングの時とかに芸能人とかの写真持ってくるの嫌だっていうお客さんいるんですよ。なんかこれになると思ってるって思われるみたいな。あーなるほど。だからその辺はもう全く何も思わないから普通に持ってきてほしいっていう、いいから素直に教えてください。そこはもう本当に何も思わないです。あとシャンプーの上がってきた後のオールバックの状態を見られるのがすげえ人生の中で一番嫌だっていう人もいるんですけど、そういうのも特に何も思わないです。いやもう結構出んなと思って。すごいですよ、すごいです。下来ましたね。はい、キリキリしました。キリしました。ちょっとね、まだ言ってもね、さっきの見合わせ路線で行くとなると、あんまりがっつり量も取れないんですよ。取りすぎちゃって、やっぱ上がりすぎちゃって、はい、ボリュームがさっき言った位置より上がっちゃうんですよ。ここに今丸みありますけど、はい、これがちょっとこう、上がれば上がるほど重なが目立つんですよ。この丸さが、ウェイトポイントって言うんですけど、このウェイトがこう上がれば上がるほど輪郭に合わなくなってくるんですよね。なんかわかります、はい、なんとなく、はい、丸さをもうちょい3センチぐらい下にしたいです、ね、この辺で、そうすると輪郭に合ってくるんですよ。だから、まあ、今日ここ2ブロックとかは入れてないですけど、輪郭ギリギリできるぐらいの方で、はなってますね。あとこの耳の裏のこの骨出てる部分、はい、結構重かったんで、ここはちょっと量取って丸さを入れた感じ、はい。ただでも後頭部の丸さも入れすぎると、はい、こんな感じなんですよ。ここ顎で、はい、ここ顎なんですよ、顎あります。これガーンってこぶれられちゃうと、あ顎がこう目立つみたいな部分があって、だからここはちょっとこう格子目で、
この丸さんは本当は横からこう見た時の輪郭に対してやっぱあと この辺の筋の丸さで、今だとこうちょっと高いから面長に対してここが長くなっちゃう。確かに。ちょっと細かいよって話は細かい話なんですけど、なんか似合わせで走るってなるとあんまり今日ここ量取りすぎないんで伸ばしてって、もうちょっと丸さんここ下に持ってって輪郭に合わせるのが絶対必要。そうすると面長がボケるんですよ。それをやっていった方がいいですね。髪色いいですね。めっちゃいい。ちょっと言ってもらっていいですか。いいリアクションをちょっと。髪色いいですね。めっちゃいいです。でもいいですよね。綺麗。似合います。はい、やっぱハーフ顔なんで。あ、これ実際でもこう見るとやっぱ明るくしたけどこのハイライトっぽく映るんですよね、こう根元の部分が若干なんですけど、はい、少し暗めに入ってるんですよ。筋張って見えるっていうね。あ、なるほど。綺麗ですね。動かした方がいいですね。カメラはカメラは動かした方がいい。動かした方がもうこのほらめっちゃいい。おーおお、そうそう、おお、これがねすごく綺麗なんですよ。ほら、わあすごい。ちょっと変態カメラマン変態カメラマンみたいになっちゃった。おおおー、すごい気持ち悪い。最終的にここに、おーほらここがいいね。あ、そう、これでだから伸ばしてすいて伸ばしてすいてってやってると多分半年ぐらいかかると思うんですよ。半年ぐらいで完璧になるかなぐらいですね。ちょっとこれを丸さ落としていって似合わせていくといいんじゃないかなという見解に至りました。僕は、はい、勉強になりました。僕も勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろ質問に答えていただいてすいません。嬉しかったっす。うちの側がすいません、とっちらかしちゃって。